トップルさん今日いるかな。久々にここ来ちゃいましたよ。ザオです。トップルさんいるかな。セナちゃん、トップルさん今日いる？いない？トップルさんいない？いる？あの人今日どっか、今日雨降ったけど暴走してないかな。あ、エンジン室にいるかな。エンジン室いないな。どこだろう。久々に来たからな。いや綺麗だな、相変わらずな。車めちゃくちゃ多いんだけど。あ、いた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 。いや、林さんだ、林さんだ。林さん、なにどうしたの、久しぶり。え、千葉くん。そうですよね。いや、もう何年ぶりよ。僕は千葉。どうしたの、いきなり。じゃあないですよ。違いますよ。いや、単なる GTR 好きですから。久しぶりだね。はい。どうした。相変わらず車いっぱいありますね、 GTR ばっか。20台ぐらい入ってるかな、いつも。トミーさん、どうします。ん、今日はどうしますか。今日って今、ほら、だってほら、サンサン作ってるから。あそこあるじゃないですか、例のやつが。あれって例のやつですよね。あれね、例のやつですよね。例のやつですよね。あの、サンサン自体。早いやつ。そう。まあ、あの、産後がいたら、こんな感じのやつね。そうですよね。うん。まあ、なかなかね。いや、まさか。いや、まあ、行きましょうか。だって、雨降ってるし。そんなダメだって今は。あそこだって雨関係ない。あれもう何年前。今日も行こっかな。徳井さんって、まあ、すごいストリートって古いじゃないですか。まあ、いっぱいしたね。だって僕見てましたよ。僕も撮ったけど、ええ、あの、04、3S ってやつやってませんでした。まあ、そうね。僕は基本的に04だけど。確か僕そこいましたけど。いたよね。そう、04の福井とか、そうだよね。福井とかすごいこと起きませんでした。そう。あの時いたよね、そういえば。いましたよ。ギャラリーしてたよね。見てましたよ。そう、まあね。何してたんですか。何台か、あの、こうやっちゃったやつとかこうだってやつとかね。いろいろと大変なことがあったよ。ありましたね。あったあった。危ない。うわー、やばい。あー止まった。あー、やべー。最後を締めくくるとはこういうことだったの。あちゃー、車が半分ないよ。どうしたの。どうしたのって見ればわかるわな。電波少年よりひどいスタッフ。どうやら3速全開、時速 42.195km でいきなり GTR が肉状態になったらしい。これは再起不能、見事に最後を締めくくったのかな。で、僕ね、読者、その時読者です。あの、暴走族ビデオの読者だったんですけど、沖縄とかものすごかったですよ。そうだよね、3S ね、まあもうすごい若かりし頃だよね。そんな経ってますか。もう経ってるよね。だけど、あの、沖縄はやばかった。だってさ、あ、何台いた、ギャラリーだけで。そうでしょうね、僕入れなかったです、スタート1。あ、そうなんだ。行きませんでしたよ。いや、すっごかったよ。1キロぐらいまで車止まってたもんね。あれって、あそこはレース場なんですか。あれはね、あれは確かね、当時ビデオオプションが用意したオープンセットだったかな。オープンセットなんだ、あれ。なんかオープンセットなのにいっぱいギャラリー来ちゃってね。本当に大変だったよ、あれは。ちょっと04には難がありすぎるって感じですね。
今日ね、もう始まってるんですけど、ちょっと見てやってください。これずーっとですね、うーっと今日ギャラリーの車、うーっと、なんとですね、これ600m 地点ぐらいのこうギャラリーの車がですね。でもね、他にもほら、北海道行ったりとか、海外も行ったしね。あ、海外も見ました。行った。あ、うん、ロサンゼルス見ましたよ、あれ。あ、あれ良かったでしょ。あれ、何ですか。いや、俺もよくわからないんだけどね。なんでレスとかでゼロになってるの。なんかでも、単純に楽しかったって言うとしか今は残ってないんだけどさ、もう全然。大ちゃんと一緒にゼロやってませんでした。やってたね。あれ、何だったんですか。ノムケンがボンネットで急にうどんついたりなんかしてね、粉だらけになってさ、大さんはなんかね、お役人に止められてね、いろいろなことあったね。あれもオープンセットなんですか。あれもね、一応よくできたオープンセットでね、本当にもう全国各地みんなそうだよ。とっくりさん、そんなことやっちゃってたんですか。いやさ、最初なんかさ、まあ俺好きで走ってるから、ストリート、それをビデオオプションが取りに来た。ストリートなんですか。もう一回言ってください。走ってたんですか、走ってるんですか、どっちですか。走ってたの、ね、うん、はい、うん、だけどね、ビデオオプションがさ、ナンバー隠すの忘れちゃってさあ、そうなんですか。そうだよ。あ、悪いやつらですね、あいつら。悪いやつら、悪いやつら、ほんとビデオオプション悪いやつらですね。もうね、俺捕まっちゃってさドックさんって捕まったことあるんですか。いやいや、だけどほら、俺別に営利目的で走ったわけじゃなくて、で、やっぱほらストリートが好きでさ、若いじゃん、まだ。で、ストリート走ってたら、まあ、ビデオオプションが、撮らせてくれっていうような話でね、おお、いいね、いいね、っつって、じゃあ撮ってもらおう、っつって、撮ったらね、ナンバー出ちゃってさ、もう、今もそうなんだ。わざとですよね、多分。あいつら、そういうやつらですよ。マジで？僕が投稿したって、ひどいですよ、扱いが。あれ、いや、もうそれがね、今、YouTube になっちゃったりして、またなんか調子に乗ってるらしいですよ、ビデオショーで。ああ、30万チャンネルとか言って。でも今時代がね、YouTube で、僕もチャンネル登録してるから、ね、一読者だけど、はい、いや、なかなかね、本当に、今はね、そんなね、ダメだよ、今、そんな暴走しちゃう。そう、それでね、まあ、当時ね、ビデオオプション、とりあえず、どういった人なんだろうっていうの、僕のところ取材来たわけ。それで、ゼロやってるよって、ね、当時だからもう、もうかれこれ3人の時だからね、25年ぐらい前かな、25年ぐらい前ですね。あ、でそれで走ってるよって言ったら、撮らせてくださいって言うから、じゃあ行こうかっつって一緒に行った。全国行っちゃったんですか、あれ。どっくりさん、いやいや、それがなんか面白くなっちゃってねそしたらね、なんかまあ煽られちゃうんだよね、編集部とかね、いろんな人がね、なんか全国にはもっと速い人、ストリートの速い人いっぱいいますよと。そういうのよと ね、やらないと、実際にはね、ストリートファイターとしてやっぱ行けませんかというかね、じゃあ行ってみたいなって言ったら、撮らせてもらっていいですかって。で、調子に乗っちゃってさ、まあ最初近場だったんだよ。だんだんなんかね、泊まりになってきたり、もういい思い出だよ、すべてが。今となっては、なんで雨降ってんのに踏んじゃったんですか、サンサンジって。知らねえ、滑るのにね、歯なくなってましたよ。まあ、とっくりさん車から降りてきて、とっくりさんって僕声かけたら、ビデオショーの連中なんかあれですぐ逃げちゃう。そう、ビデオショーの連中逃げてましたよね、あそこからね。そう、なんであいつらはもうすぐ逃げるんですか、ああいうことすぐずらかるのよ。もう大阪よ大阪何が大阪知らない。あ、でも噂は聞いてますけど。聞いてる、はい、大阪ひどかったのよね、散々ゼロやって、何やってるんですかみたいな来たのよ。何やってるんですかって言ったのね。いや、帰りますって言って、ブーンって、まあ、逃げたっていうかね、その場を離れたの。そしたら乗ってたら、もうなんか横のね、ビデオオプションの下っ端の連中よ、もう要は車管理してたり材料管理したりしてる人、その子がね、急にね、真顔でね、真っ青な顔して信号待ちしたら、トキさん、トキさんって言うから、なんだよって言ったら、僕コースに置いてあるロケ版の鍵持ってきちゃったんですよっつって。有名な事件ですよね。有名な事件、ええ、ロケ車を抑えられちゃったんですよね。そう、あれはね、まあ今じゃね、ちょっと笑えるけどねそんなこともあってね、もう気がついたら朝よ。もうそんなの普通。徳井さん、いまだにストリートゼロやってた人でしょって言われるんでしょ。言われるね、どこ行ってもね、うん、だって何十年も経ってますよ。千葉君だってさ。いや、千葉君じゃないですよ、僕は。あれ、単なる車好きですだって、なんか足で漕ぐ愛車とか乗ってるとか。あれは別なやつです。あ、そうなんだ、僕は単なる趣味でチューニーカー取ってるだけなんで。あ、そう、俺も趣味でほら、ああ
なるほど。じゃあゼロに行って行きましょう。サンサン GTR と僕の参考とちょっと久々に対決しません？あ、そういうのもいいね。いいよね、うん、だって取らなきゃいいってなんですか、うん、いいね。じゃあ雨やんだら行こう。で、徳井さんね、うん、徳井さんいろんなことやってたじゃないですか、うん、あと僕と競争したのが三三と三五。ああ、そうだね。あと圏央道走ってたの撮ったことありますよ、うん、私。まあものすごかったですよ、徳井さん走ったね。あの日本でさ、うん、ほら高速道路、うん、高速道路ね、うん、高速道路すごいのって天宮って人とか雨宮って天さんとかね、うん、あとスモーキーとか、うん、あともう一人すごいやつがいるんですよ、戸籍って人がね、うん、あと、とっくりさん、うん、それでよく聞かれるんです、なんだかんだこう知り合いに、あの人たちは早いんですかって。で、大体答えるんですよ、うん、映像残ってますけどつって。俺はもう基本ね、単純なの、ドラッグもそうだけど、決まった回です、こう回して全開でアクセル、ね、右足力って踏むでしょ。で、やっぱギアが6速あればそれぐらいスピード出ちゃうし、7速あればそれぐらい出ちゃうし、だからそれが単純に結果論よ。あのね、うん、覚えてますよ、僕の3号が、まあ、マンタコ、うん、赤ライン下ってるとこマンタコじゃないですか、うん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 、そのマンタコで多分うんうんうん3号にって キロオーバーして、うん、手前だったと思うんですよ、うん、前回で、うんうんうん、その横をさ、あのあそこの 3が余裕で抜いてきました、うん、あれ何キロ出てたんですか、うん、ちょっと覚えてないんだよね。だから飛ばしてたかもしれない、いつもより。いつも圏央道は300キロ出てますよ。そうかね、一応ギアがある限り引っ張ってるからね、いつもね。なんで特にさ、うん、セッティングとか圏央道でしちゃうんですか。今はしてないですよね。今はしてないですよね、うん、うん、してないね、うん、してないですよね、うん、当時はしてましたね、うん、まだあの時代って繋がってない時代だから。そう。そう。そう。俺らからすると人気の道路だから、一般人からすると不人気な道路だったから。でもその前はね、それこそね、外観が良かったんだよ。外観が繋がってないから、まあ人気の道路だったの、俺らから。あ、外観もありましたね。そう。行き止まりだからさ。そうだ。そうそう。だからね、走りやすかったの、すごく。もちろんその制限速度以内で走ってたけど。なるほど。じゃあ徳井さん、今日の懐かしいとかはちょっと僕また、うんうん、あの、いや、営利目的にあいつらに送っとくんで。え、また出るの。そうそうそう、なんかさ、はい、有料のさ、そういうあれがあるんだって、なんか、トップシークレットのそういうのが見れるっていう。本当に。うん、なんか、そうみたいよ。スモーキーが見れるの、そこで。いやいやいや、千葉君のあれだとか。嘘。俺のあれだとか。え、僕たち知らないよね、うん、あれ、本当、はい、ちょっと聞いたよ。もうほら、今日の走りだとか、はい、そういうのも見れるかもしれない。じゃあ行きますか。うん、行ってみよう。行きますか。